チャイナエアライン642便着陸失敗事故は中華民国の航空会社のチャイナエアラインが運航していた MD-11 旅客機が1999年8月22日に香港国際空港への着陸に失敗した航空事故である。事故機はチャイナエアラインの子会社であるマンダリン航空の塗装であったためマンダリン航空機と誤認されやすい。 1993年に撮影された、自己期台風10号の進路図1999年8月22日、チャイナエアライン642便は、フライトプランでは、タイのバンコクを出発し、香港を経由して、台北に向かう予定であった。642便には、乗員15名、乗客300名が搭乗していた。到着予定時刻は18時38分だった。 当日は、香港付近に台風15が到来しており、天候が極めて悪かった。機長は、香港国際空港へのアプローチや、空中待機、他の空港へのダイバートなどの運航の柔軟性を確保するために、バンコクを出発する前に燃料を余分に積載した。このため事故が起きた時の642便の着陸重量は429,557ポンドと、 見積もられているこれは、この機の最大着陸重量の43万ポンドの99.897%であり、最大着陸重量よりわずかに443ポンド軽いだけである。このため空港へのアプローチと着陸の速度は比較的高速になる。機長は巡航中に香港で予想される、往風成分に警戒し、会社の濡れた滑走路に適用される、 往復限界である24ノット以内に収まるかどうかを見積もるため、風向と風速をレビューしていた。巡航の後半の17時40分に飛行場情報放送から識別記号ウイスキーの情報が得られ、地表の風の平均は300度、30から45ノットであった。これにより往風成分は会社の制限の24ノットを超える26ノットになったが、機長は 暴風雨の進行に伴って風向きが徐々に変化するのを監視しており、それは暴風成分を減少させて着陸を可能にするほど十分に変化する可能性があることを示していた。642便は午後6時38分に香港上空に到着した。同便が香港に到着した頃台風は空港の北東 50km に位置していた。 事故の前に到着した便のうち4便が侵入また行を行い、5便が他の空港へダイバートし、12便が香港国際空港への着陸に成功した。当初は642便も台北にダイバートしようとしたが、ちょうどその頃台風の影響が少し弱くなったとして、操縦乗員は着陸を決意した。乗組員が18時6分に取得した気象情報では、 300度、35ノットの負、豪雨、滑走を下ろし、距離650メートルだった。乗務員は滑走路25リットルへの ILS アプローチの準備をした。着陸基準速度は152ノットと計算され、機長は170ノットでアプローチを行い、最終アプローチの時点の風への状況によって、着陸を継続するかどうかを決めることにした。642便は、 ILS アプローチ中の18時41分に、タッチダウンゾーンの指定が1600メートルで、風は320度、25ノットで、トップ33ノットとの気象情報を受け、着陸が許可された。乗組員はアプローチ中は、チャイナエアラインの標準手順に従った。オートパイロットとオートスロットルシステムをフルに、活用した航空機のオートフライトモードを使用し、 高度約700フィートで乗務員が滑走路を指認するまで ILS のグライドスロープに乗って降下した。高度700フィートで乗務員にさらに風の情報が入り、風は320度、28ノットで、突風は36ノットと報告された。このためこの風の横風成分が26ノットで、突風では33ノットになった。 これはこの航空機の試験での往復の限界値の35ノットを超えていた。機長はこの直後にオートパイロットを切り、オートスロットルは作動させたまま手動で操縦した。オートパイロットが切断された後、642便は滑走路の中心線に沿って降下し続けたが、高度はグライドスロープよりはわずかに低い高度で安定した。突風があるにもかかわらず、 642便は高度約250フィートで副操縦士が指示待機速度が大幅に低下していることに気づくまでは比較的順調に飛行した。副操縦士がスピードと発すると同時に水力が適用され、結果として指示待機速度が175ノットのピークまで上がった。それと同時に速度は175ノットから減少し、 効果率はそれまでの毎分750から800フィートを超えて増え始めた。着陸直前に機体が15度傾いたため副操縦士が機長に着陸復興を進言したにもかかわらず、機長は着陸を強行した。滑走路上空50フィートでエンジンがアイドルになると待機速度が170ノットから152ノットに減少した。 効果率が増加し右翼が若干下がった状態でフレアが行われた。642便は午後6時43分ごろ、滑走路25リットルに着地した。最終フレアの間に機体が右にロールし、右の出脚が激しく着地し、右翼の第3エンジンが滑走路に接触した。右出脚が胴体から分離し、続いて右翼が分離した。 左翼は胴体についたままであり、機体はまだ左翼が揚力を発生させるのに十分な速度を持っていたので、機体は右側にロールながら水平方向に右に回転した。機体は炎を上げながら滑走路を滑り続け、滑走道端から1100メートル先の滑走路の横の草地に逆さまになり、後ろ向きとまった。右翼は機首から90メートル離れた誘導路上にあった。 エアムーブメントコントローラーは航空機が静止する前にクラッシュアラームを作動させて空港消防隊を呼び出した。全部で14台の AFC 車両が1分以内に現場に到着し直ちに消火を開始した。胴体の火災は2分以内に制御され5分以内に抑制された。他の場所の火災は15分以内に完全に沈下した。約200人の乗客が救助隊が 現場に到着してから8分以内に救助され安全な場所に導かれた。残りの乗客は避難の早い段階で他の乗客または乗組員によって救助されたか自力で機体から脱出していた。香港国際空港の航空管制官の先見性と急速な救助活動のために事故の死傷者は他の同種の事故に比べて少なかった。機体は 激しい衝撃と火災の被害を受けており、倒立した状態になっていた。草地に面している胴体の頭頂部は、その前兆にわたって下方に押し潰され、前方の頭頂の一部が引き裂かれていた。この事故で、乗客3人が犠牲になり、203人が負傷し、50人が重傷を負った。乗客2人は搬送先の病院到着時に死亡し、1人は5日後に死亡した。 この事故は、香港国際空港では、初めての重大航空事故であった。642便の座席表示故原因は、悪天候の中で着陸を強行したことと、突風遭遇時に運航乗務員の操作が不適切であったことにあるとして、パイロットのミスとされた。事故の原因は、航空機が RA で50フィートの高度にある時に、機長が高い降下率を阻止できなかったことである。 高い降下率に寄与する要因は以下である。機長は減少する待機速度、降下速度の増加、及び水力のフライトアイドルへの減少を組み合わせて評価することができなかった。機長はタッチダウン前に高い降下率を打ち消すために水力を加えなかった。RA50 フィート以下での推測される風向きや風速の変化が向かい風成分の一時的な喪失をもたらした。 可能性がある。スラストレバーが早期に戻されたこと組み合わせて最大着陸重量をわずかに下回る重量ではタッチダウン直前に指示体規速度で20ノットの損失が生じた。なお、事故機となった MD-11 には操縦系統が敏感すぎるという指摘があり、事故発生率が1990年代に登場した第四世代ジェット旅客機の中では最悪であったと、 されている。2010年までに総生産200機中8機が全損事故で失われている上に、そのうち着陸時の事故は、この件を含めて5件を占めている。そのため事故原因に、MD-11 特有の要因もあったと言われている。ありがとうございます。